重県津市で活動しております式部と申します。ご清聴よしよろしくお願いいたします。ゆみの大物って言う。それでははっ、幻想界で降り注ぐ春の日差しはまだ遠い、いい年の気高き姿、雪に映え暮らし、はっ、この世に膨らんで死ねよ道しるべし、心が貫き通した正直に満ちる。はい、これは勇気の社を彩る梅の花。梅のつぼみは千秋厳しい世界に対し社に向くことは悪人の手に行こう。やったのか勇気の社を彩るのはいいぞ。願いをつなぐ春先に出ると、一つ一つ色を染めゆく麗しい息は花の命と一心に紡ぐ奇跡描い、今宵掴むわ夢だ。ご清聴です。ありがとうございました。